毎度こちらです。ペンタックス 645N オートフォーカスですね。と、レンズも FA のオートフォーカス 45-28 広角ですね。がついたセットになります。レンズ前キャップ、ボディキャップとレンズリアキャップですね。これがついています。あと、まあ、フードですね。かっこいい花形フード、これも、まあ、立派というかちゃんと作ってありますね。この辺で、こちらが付属しています。今フィルム入れてテストしています。オートフォーカス普通にピント合って動きます。こんな感じですね。ピント合わないと切れません。どこかにピント合えば切れます。こちらワンタッチでマニュアルにもなりますので、まあ、ピント合わせしにくい場合とかなんかはワンタッチで変えれますね。連写16撮り終われば自動的に巻き切ってしまう。まあ、テスト用ですのでちゃんと巻いてますね。マガジンは120普通のですねがついてます。中も綺麗ですね。でこちら今これで1秒、こんな感じですね。絞りも外すとこのように動いています。なかなか中盤の割には軽やかですね。高速も空いてます。見えますかね。絞りもちゃんと絞ってますね。一応基本的にはちゃんと動いてる状態です。今連続で連写にしてありました。こちらだと1枚ですねになります。気象も綺麗ですね。液漏れなどないです。シャッターもこのように綺麗ですね。ボディは、まあ、多少使用感ありますがかなり綺麗な状態だと思います。ね、使い込んだのはどうしても三脚とかボロボロになってます。まあ、多少ここ皮がめくれ気味ですが、まあ、これはこのまだいい方です。これだとね、全体的に悪くない、いい状態、綺麗な状態だと思います。ミラーとかも綺麗ですね。あとファインダーも綺麗、液晶も綺麗に見えてます。まあ多少ホコリぐらいはあるかもしれませんのでね、その辺はご了承ください。そうですね、やっぱり中盤はファインダーが大きくていいですね。レンズもこれ今マニュアルにしてあります。で、こっちでオートフォーカスですね。まあ、あまり使い込んだ感じはないですし、レンズも綺麗。まあ、普通でしたら全く問題ないと思いますが、ペンライトで見てみましょう。まあ、多少は何かホコリとか、見えますが、まあ、全く問題ないレベルだと思います。綺麗ですね。28mm 相当ぐらいでしたっけ。45-2.8 は 28mm の相当ですので、まあ、結構使い頃というか風景なんか撮るにはねいいと思います。
で 2.8 ですが、35ミリ版換算だと28の 1.8 ぐらいに確かなるので、まあ寄れば結構ボケると思います。120、非常に使いやすいカメラですね。ワンタッチで入ります。あと電源、これ換算が6本入るですが、全く液漏れとかなくちゃんと動いてました。大丈夫です。最近ね、中盤カメラどんどん値が上がってますので、人気なんですね。やっぱり中盤だとデジタルと比べても画質いいですからね。セット、広角のセットになります。